私の名前はオリバー。テネシー州の小学校で清掃員として働いている。オリバーさん、おはよう。おはよう。おやおや、走ると危ないよ。子供が大好きな私にとってこの仕事はまさに天職だ。子供たちの笑顔はいつも私に元気をくれる。見て、工作の時間に作ったの。素晴らしい。将来は芸術家かな。今のうちにサインをもらっておこう。独り身の私にとって皆は孫のような存在だ。この小学校で働く先生方も皆優しくていい人ばかり。体育館がとても綺麗になっていたわ。いつもありがとうございます。いえいえ、そんな。私にはもったいないくらい素敵な職場なんだ。ただ一つ私を悩ませていることがある。それは小学校が家からかなり遠いことだ。ああ、もう朝か。外はまだ薄暗いな。通勤に片道4時間以上かかるため、朝は午前4時に起床しなければならないのだ。車を持っていないため、小学校まではバスを3つ乗り継いでいく。おはようございます。調子はどうですか？よう、オリバー、今朝も早いね。バスを降りると学校まで3キロの道のりを歩くのだ。一番厄介なのは大雨の日だ。おはようございます。え、清掃員さん、びしょ濡れじゃないですか。大丈夫、めったに風邪はひきませんので。60歳の老体にはこれがなかなか応えるのだ。清掃なんかの仕事のために4時間もかけて通勤するなんて信じられないよ。普通に車を買えばいいのにね、メアリー先生。ニック、みんながみんなあなたのように恵まれているわけではないのよ。午前8時から働き始め、午後3時に仕事が終わる。清掃員さん、この土砂降りの中歩いて帰るんですか？このくらい大したことないですよ。車を持っていない私にどう帰るかの選択肢はない。オリバーさん、よかったらバス停まで乗ってって。いいんですか？助かります。それとニック、彼の名前はオリバーさんよ。清掃員さんじゃないわ。すみません。安月給で通勤も大変だが、辞めたいと思ったことは一度もない。車がないと不便でしょう。コツコツ貯金してはいるんですが、なかなか。こんなに親切な人たちの下で働けるだけで十分ありがたいからだ。でも今のままではいつまで経っても車は手に入らないし、生活も楽にならない。実は副業で芝刈りを始めようかと。あなたって本当に働き者ね。その副業の時間もなかなか取れないから困ったものだ。通勤に時間がかかるため、午後3時まで働くと家に着くのは午後7時過ぎになる。あら、もう就業時間を過ぎてますよ。ここだけ綺麗にしてから帰りますので。貧乏暇なしとはまさにこのことだ。60代で車も持てず、往復8時間かけて清掃の仕事をする。貧乏で苦労して本当にかわいそうな人だよな。あら、私はかわいそうなんて一度も思ったことないわ。そんな私を惨めに思う人ももちろんいるだろう。それでも私は毎日とっても幸せだ。算数のテスト全然できなかったの。大丈夫、君は算数が苦手な分理科がすごく得意じゃないか。お金や車、立派な家がなくても私の心は満たされているのだ。そんなある日、職員室の清掃に行くと、先生が落ち込んだ様子で一人ポツンと座っていた。失礼します。ああ、オリバーさんか。教師というのは素晴らしい仕事だが、何かと大変なことも多いのだろう。失礼ですが、どうしてそんなに一生懸命掃除の仕事ができるんですか？え？前から不思議だったんです。僕は清掃なんて絶対にしたくないから。先生はとても素直なお方だ。住む家や仕事がない人もいる中、こんな素敵なところで働けることに私は感謝してるんです。感謝ですか？ないものを欲しがって嘆くのではなく、今あるものに感謝するのが私のモットーなのだ。先生は私に向かってにっこりと微笑んだ。そんな風に考えたことなかったな。あなたがみんなに愛される理由がやっと理解できました。それからというもの、彼とは友人のように親しくなった。しかしそんなある日、私は突然呼び出しを食らってしまう。職員室までお願いします。え、もしかして私クビですか？集合した先生方を見て、私は何をしでかしたのかと必死になって考えた。しかしそんな私を見て先生方は大笑い。もう何言ってるんですか？実はオリバーさんにお見せしたいものがあって。あっきり取られていると、先生方はパソコンの画面を私に見せてくれた。オリバーさんに通勤用の車を？って何ですかこれ？実はクラウドファンディングを立ち上げたんです。なんと車がない私のために先生方がインターネットで寄付を募ってくれたのだ。私を気にかけてくれる人がいた。
その事実に涙が溢れて止まらない。泣くのはまだ早いですよ。見てください、75番も集まったんです。なんだって。60年間生きてきてこれほど嬉しいことはなかった。生徒の保護者さんたちもこぞって寄付してくれていた。毎日笑顔で働くあなたに皆感謝してるんです。三田さん、ありがとうございます。思いもよらぬサプライズに私はその場で泣き崩れた。しかしこれだけでは終わらない。なんと地元のニュースで私のことが取り上げられ、オリバーさん、530万も寄付が集まってますよ。なんてこった。さらなる寄付が相次いだのだ。こうして私は夢にまで見た車をようやく手にすることができた。ああ、信じられない。まさかこんな日が来るなんて。雨の日に車で通勤できる快適さに感動して涙が止まらなかった。私の話を聞いた地元の企業からも連絡があり、当社の芝刈り機を超格安でご提供させていただきます。本当ですか。寄付金の残りで副業を始めるための芝刈り機まで購入することができたのだ。人の親切や笑顔は伝染する。そしてこんな奇跡さえも起こしてしまう。オリバーさん、さようなら。気をつけて帰るんだよ。また明日ね。生きていれば辛いことも多いが、いいこともたくさんあるものだ。